ビハールネパール地震は1934年1月15日午後2時13分、インドとの国境に近いネパール東部で発生したマグニチュード8.1の地震である。震源の位置は長らくグッテンバーグリヒテルの推定により平野部の北端付近と伝えられていたが、後年の調査により正しい震源は、従来の約 200km 北側のヒマラヤ山脈の 三福であることが分かった。堆積盆地であるガンジス川流域で地震動が増幅されたこと、地震系がインド側に偏っていたことが原因であった。インドビハール州北部やネパールに甚大な被害をもたらした。死者、行方不明者はダウイトールによると約1万500人とされているが、当時ネパールは外国人の入国を禁じる鎖国政策をとっていたため、 ネパールでの正確な死者は分かっていない。インド側ではブレッドがビハール州での死者を7253人と報告している。ビハール州のケサリアの町にあるケサリア島場という仏塔はこの地震により35メートルあったものが崩れて6メートルになったと伝えられている。カトマンズでは 建造物の半数以上が全半壊し、ダルバール広場の歴史的な建物も倒壊した。カトマンズ盆地における被害について、当時の文献は、建物の倒壊により大量の粉塵が舞い上がり、昼間でも薄暗かったこと、狭い道路が避難の障害になったこと、数千の人々が建物の下敷きとなり死亡したこと、一部で火災が発生したが、局所的ですぐに沈下したこと、 などを記録している。カトマンズ盆地では建築物の約20%が破壊され、9040人の死者を出したとの統計もある。日本国内各方面で義援金が募られ送付された。被災地を訪れたマハトマガンディ。1934年、ビハール州。ありがとうございます。